とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日もこのブロードソードを使ってデイリークエストをやっていきます。今日はここが出てるね、湿っぽい洞窟、まあそんなに長くないところなんで、サクッとクリアしていきたいと思います。アポカリプスプラス25です。装備をちょっとお見せしておきましょうかね。ブロードソードはこれです。250の黄金、黄金スキルが吸血レベル3がついてます。そしてエンチャントにクリティカル凶暴化追い打ちです。追い打ちが結構ダメージが入って、さらに凶暴化が入った時がもう手がつけられないぐらい強くなります。で、スパイダーアーマーを装備しているので、HP を一発 6% 回復することができるので、このね、一発一発重い攻撃となかなかマッチします。まあ、早い攻撃ともね、マッチするんだけども、いい感じです。うん。いいね。さすがに防護ついてると勝てえな。防護付きのやつは、どうしても硬い。はいはいはい。よし、いける。これぐらいだったらいける。デイリークエストも、レベルがあるもんね。おい、やっべ、やっべ、お前。ちょい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 。嫌な奴ら、お前ら、本当に。本当に。嫌な奴ら。やばいやばいやばい。炎の道がついて、さらに毒を食らうとか結構嫌だね。よっしゃ。オッケー。凶暴が入った。凶暴が入った時はもうゴリゴリいけるんで、進んでいきましょう。よっしゃ。いいね。よっしゃ。凶暴が入った時はほんと気持ちいい。あ、何？めちゃくちゃ硬いぞ。はい、ドラ。よーし。昔はほんとね、歯が立たない状態だったけど、この装備はね、めっちゃくちゃいい。よっしゃ。まあ、ただあれだけどね、立ち位置を間違えたりすると、即死するんだけど、まあ、基本的には大丈夫。その立ち位置とかも、もう大体、いけてる方なんで。お、もう洞窟のところまで来ましたね。よし、クリーパーも結構簡単に倒せるからいける。クリーパーがねちょっと問題になってくるんだもんね、これは。でも大丈夫、基本全消しでやっていけるね。うん、全消しって結構きつくってやれないことがあるんだけど。え、なんか攻撃速度が若干下がったぞ。凍結かなんかがあったのか。よし、では行きますね。はい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 。もうジャンプでピョンって越せるんだけども、まあジャンプなしで行きましょう。ズルなしでね。霊気か、霊気はね嫌い。うん、この装備は結構、やばいやばいやばい、霊気がね、弱点になるのよ。いや、しかし、やけどきつい。やべやべやべ、やけどきつい。やばいやばいやばい、うわ、やけどきついな。やけど、しかもこのスライムのやけどっていうのがね、言わせないよね、これ。やべ、スライムのやけどきつい。もう、ちょっと他のやつとりあえず倒そう。やばい、ああ、もういって、ちょっと待て。よし、なんだ、霊気誰か持ってるでしょ。ちょっと待て待て待て、霊気はなしだってば。霊気やめろ、誰か霊気持ってたね。よし、とりあえずいいか。行きましょう。いてえ。もう。
分裂すると分裂するだけこのね火炎を食らっちゃうんで、一体よし、まあまあまあ2回死んじゃったけども、あと1回やられていいよね。火炎付きのスライムはきつい。よし、こっち行きまーす。昔はこんなん全然いけなかったけどね。もうほんといけるようになって。気持ちいい。ここもジャンプして越せるんだけども、ズルはなしで、いきます。おっと。おー、危ねえ。はいはいはい。ちょっとここをさ、行って、痛い。流れる魂だから、そうね。これ回復系がついてる、トゥルースシーカーとかそこら辺、不滅のナイフとか、あの辺装備してくると、マッチしそうだね、このスキルとは。でもまあ、持ってるには持ってるけども、今日はこれでいくんで。おっと、シアダが出ましたね。いい感じだよ。こうしてこうか。はい。ここももう昔は、もう何十周、もう何百周だね。やったんで。もうトラップ解除の方法とかはもう全然覚えてる。最近久しぶり来たけど。さあなんだ、締め具か。あ、違う。違った。まあ楽勝だね。ここまで楽勝に行けるようになったっていうのはやっぱり、この装備のおかげ。あと、黄金装備の、スパイダーアーマーとウィザーのアーマーか。それが今、狙ってるところ。その二つ欲しいね。あと、冬の指先の、すっげえいいやつ。もう欲しい。さあ、クリア報酬が、弓だったかな、今回は。弓だった気がするけども、何が出る？まあまあ、黄金じゃないなら、そんなにね、期待はできないんだけども、まあ、古代狩りで、お供えできるいいやつが来てくれれば、いいかな。はい、なんでしょうか？はい。しょぼい。めちゃくちゃしょぼい。はい。ということで、今日もね、デイリークエストやってみました。まあ、レベル1でね、結構簡単だったんだけども、普通じゃちょっといけなかったけど、この装備で楽勝でいけるようになりました。はい。ではね、また出していくので、チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。